漫才始めそうな会長と八冠のアクリルスタンドが話題に。新将棋会館建設プロジェクト、クラウドファンディングの返礼品の一つがこちら。羽生藤井のアクリルスタンド。漫才コンビ感ある。このスタンドマイクが中心にありそうな立ち位置がなう。どっちがボケ？コンビ名はチェス将棋で。15巻でもいいな。15巻に強く同力。一緒に CM もやったし、この1年でやたらペアになってんな、この2人。言われてみれば確かに漫才師で草。ミニチュアのマイクと M1 のセットで遊びたい。どうせなら真ん中に鍋を入れてみたい。居心地悪すぎるだろ。会長と藤井くんの2枚看板強力すぎる。並んだ時に会長として藤井聡太に負けないのは、羽生さんくらいだよな。佐藤会長もスポンサー集めたり、貢献度はものすごいけど知名度は羽生さんに負ける。この二人で何と戦うのさ？将棋聖人。こいつらが将棋聖人定期。それでも深浦が何とかしてくれる。どうも、将棋聖人です。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。